その小西委員がですね、入手された文書の信憑性について、まあ、私は大いに疑問を持っております。私の電話に盗聴器でもついてるんでしょうか。これを捏造の文書だとおっしゃるんであれば、仮にこれが捏造の文書でなければ大臣そして議員を辞職するということでよろしいですね。結構ですよ。小西委員が公表されご提示された文書につきまして、私も当該文書に示された関係者についてその事実関係等について事情を伺いました。これにつきましては発言者の方々、発言内容の確認を取られたことはないというお話がありました。また文書中の発言内容や表現についてかなりの方々が認識が異なっているというお話もございます。判明いたしました。さらに形式的な作成者が明確でないもの、作成された経緯がわからないものもあることが、明らかとなりました。事実に基づいての記録であるかが確認できず、文書の正確性を確認できないというふうに認識をいたして、おります。こういった正確性や正当性が定かでない、こうした文書について私から何か申し上げることはありません。3月10日の本委員会で田島麻衣子議員の質疑が中断したときに、小西洋之議員が田島議員に嘘でもいいから口頭で通告したと言えばいいという発言があります。だからその辺も確認しないと、だから言ってるかどうかはそれ先生とかも秘書さんとの先生も確認しないといけないし、向こう来てないって言うんだから、ちょっと出してもらった方がいいですよ、はい、嘘でいいから口頭で言ってこれは問題ではないでしょうか。委員長の見解を考えます。